シェスト、今田と虫眼鏡第1回オブジェ作り対決。いや皆さんね、よくオブジェ作られるじゃないですか。あまり勢いでいくのやめよう。落ち着いてください、ね、皆さんってよくオブジェ作られるじゃないですか。作らないです。皆さんもニューヨークとかね、ハワイ年末に行かれてですね、はい、まあ、ただのものっていうお土産あるじゃないですか。ありました。岡崎市に来てくれた人に対してどういうオブジェを与えられるのかと、岡崎市のオブジェを作ってもらおうと。ほう、岡崎市のオブジェなんだ。思いまして、ただですね、まあ、対決じゃないですか。2チームがね、同じところで材料を買ってしまったら、ちょっと同じものができてしまう可能性があるわけですよ。なので今回くじ引きでですね、僕がもう店を完全に指定します。で、皆さんはそのお店の中でしか材料を買ってはいけません。今日はね、何を作っていただくかというと、まあ、やっぱ岡崎市ということで、はい、熊野プーさんを作っていただきます。やっぱ動画的に分かりやすいのにしようかなと思った。もう見てないじゃん。てなわけで、今からくじ引きでお店を選んでいきたいと思います。おいしい。まず皆さんのね、希望するお店っていうか、ここだったらちゃんとしたもの作れるんじゃねってお店を、まあ一応入れておきましょう。当たり枠というか、ホームセンターとか、ダイソーとか、クラフトハートとか。ああ、文房具屋さん入れておきますか。ああ、岡崎の味噌蔵。岡崎の味噌蔵で。まあまあ入れますか。じゃあ一応岡崎っぽさはありますからね。これでできたらめちゃめちゃ岡崎だからね。セブンイレブンとかコンビニも入れておきますか。はい、まあ、あとはもう外れ枠みたいな子ですね。相手にこの地、このお店を引かせたら勝てるわっていうお店を言い合ってください。じゃあマクドナルド。おーい。いやでももう食べ物で遊ぶなの。色的には花火屋さん。花火屋さんで作れるか。じゃあ出揃いました。はい、頼むよ、てっちゃん。いやマジで大事なんだこれ。お願いします。どけ。わー、手痩せ。お前これだ。これ、せーの、ペイン。うおー、文房具、花火屋さん。花火屋さん。文房具は割とね、何でも。文房具めっちゃ楽しそう。めっちゃいいじゃんそれ。無限だ。では行ってこい。我々の、うん、花火屋、ああ、買ってきた、買ってきたってことだ。おい、我々は花火でプーさんを作らねばならない。できるわけがないだろう。なんだよ、おばちゃんはずっとどんな花火がいいか聞いてきたんだ。プーさんを作るなんて言えなかった。俺は当然の花火屋なんだから、どんな火花が出るかそれに注目してほしいはず。だがプーさんを作るなんてとてもじゃないから言えなかった。だがしかし、私たちは花火の箱の色に典型を見た。花火というものは夜に使うから蛍光色を箱に使いがち。ああ、だから黄色が多かった。なるほど。だから黄色い外角のこういう箱花火をたくさん買ってきた。ああ、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 これはおまけだ。そうだ、それはおまけだ。おばちゃんがくれた。こんな感じね。ああ、早速組み立てていこうかな。そうだ、俺たちは組み立てもしかできない。これは積み木だ。うん、まずは足。これが足。ああ、腰骨だ。これは腰骨。どうやって接着しよう。テープ。で、こんな感じか。どうだ？いいんじゃないの？で、頭はどうすんだと、どう表現すんだと。丸いからな、頭は。うん、こいつが見つけてきたんだ。これを使えばいける。何？打ち上げ花火4号。この丸いフォルム、そしてなんと耳。これをここにはめて、目と鼻つけましょう、これ。ああ、おお。いいんじゃないか。これかわいいぞ。ピットイン、いけきた。おお。ということで、僕たちの、はい、花火屋プーさん完成です。帰ってまいりました。はい、帰ってきましたよ。まず大元の素材、こちら紙粘土でございます。紙粘土。これでプーさんの体を作って絵の具で着色していくっていうのがメインの工程なんですけど、夢丸が胴体、僕が頭を作って、そこをこちらの鉛筆でぶっ刺してつなげたいと思います。はい、今回顔のパーツは全部文房具にしたいなってことで、目ん玉はまずね、こちらの消しゴム、黒い消しゴムをカッターで削って、鼻はこちらの丸い磁石ですね。で、耳がこの修正テープですね。修正テープがピッて生えてる感じなんで、プーさんをこうやってやれば修正できるっていうものになってます。
あと眉毛と口は小学生誰しもが憧れる曲がる鉛筆、これの外を削って芯だけにしてこうやってやりたいと思います。めっちゃ曲がってる。やばくないこれ。やばい、すごいな。持ってみ、固っ。もうちょい見て、めっちゃ曲がってる。やばいでしょこれ。やば、え、ちょっと一回塗ってみて。硬い。見て見て見て、え、めっちゃ柔らかく、え、何それ、めっちゃ柔らかい鉛筆さん。これ触ってみ、硬い。ちょっとこれ見て、めっちゃ曲がってるでしょ。え、これもともと柔らかいんだ。これちょっと触ってみて、めっちゃ硬い。ね、なんで、やばいでしょ。やば、でもこれ頑張ったら、え、無理です。曲がる鉛筆の芯を出すのは8時間かかる。Fucking Bradley, please. Hey, hey, Mr. Sunshine. Shut the fuck up. Get out. No chat. There's no chat. And you should be loud. Hey, hey, chip, chip, chip. No chip. Motherfucker. Chip, please, okay, chip. Chip, chip.Fuck you! Fuck you! No chance! Fuck! 帰ってたんだけど、電池バック。電池バック持ってってねえのかよ。えいやー。うわー。ごめんね、ふう。ということで、めちゃくちゃ疲れましたが、無事完成ということで、お披露目まで待ちましょう。リアルに5時間が経過しました。やったー。何があったっけ、なんか時間飛んでんだけど。なんでなんかいろんなことが起こってたよね、あのこの時間で。いや、一つのことしか起こってないわけでね、あのオブジェを作っていただきました。はい、まあちょっとね、花火店の方が不利かなと僕は思ったので、一回まず花火店の方から見ていきたいなと。おー、わかりました。お見せください。はい、お目目をお開けください。でんだフーといえばフー。いや、これ限界よ。花火店ね、花火しか売っとらんし、意外にもね。これは何？これは、これはあの、ピグレットです。わしもねえじゃん。四角じゃねえかよ。ピグレットってどうしよう。まあ今回動画においてね、運が悪くそのどうしようもないよっていう道を引いてしまったというのは、まあ一個のくだりとして、そのケツを拭くのがやっぱチームなんですよ。文房具店という当たりお店を引いた鉄ゆめさん、プーさんお見せください。こちらです。デデン、プーさんだ。あ、画面通すとめっちゃすごい。すごい。プーでございます。あープーだね。これはセットでついてきたこちらのたくさんの磁石があるんですけど、うん、これをくっつけると鼻が高くなります。ギミックって言うな。プーさんであり、ピネキュアだというのか。おおいい、はい、で、プラス、あー鼻が、え、鼻がで、これ玄関に置いてあってもね、ただ邪魔なだけになっちゃうとかわいそうなんで、うん、機能としてはね、こちらこういうなんか鍵とかあるじゃないですか。これを鼻にくっつけて管理することができます。え、あら、あら、いきます。おー、素晴らしい。職員室に声をかけてあります、ね、あるよ、あるあるある。それの代わりにやっぱね、クラスにこういうの置いて、こうやって、で、これ、でんぷんのりのあのケースを、はちみつね、のすごいといった具合でございますね。ってなわけでね、まあパッと見のね、再現度で言うと、まああの一目瞭然なんですけれども、はい、あのオブジェっていうのはね、見たまま再現するのがイコールオブジェってわけじゃないじゃないですか。はい、というわけで今回はね、あの、公正な審判員のりょうくんがここにいますんで、はい、どっちのオブジェを家に置きたいかってちょっと聞いてみたいな。おぉ、おぉ。ミスタイング審判じゃなかった。じゃあ何の人だ、何の人だ。まずこちらはこれプーさん作ってますね。プーさんですよ。こっちは何作ったんですか。プーさんですよ。紛れもなく。頭にぶっ刺さってたのは何ですかね。これはエボシ。エボシ。プーさんで言うとエボシの部分ですか。はい、で、ピストルは何の、プーさんで言うと。ピストルは。これは護身用です。勝者、鉄ゆめチーム。鉄
スターたちはプーさん作り選手権したんだ。これはこれで超つらかった。妥協許されないの。これはね、東海の史上ね、一番ね、どべ負け勝ちと負けに差が開いた。こいつらどうしますか。まあでもりょうくんやっぱそのこっち欲しいって言ってたので、まあこっちはりょうくんに持ってってもらったとして、おいオレンジ芝居のくそみな貯金箱もあるんだから。そしてね、あの負けた方はね、あの運命としてね、あの花火ということでね、燃やされてしまいます。やめてください。まあ綺麗に夜空に帰ってもらいましょう。